はい、ありがとうございました。手に書かれた村上美智子さんといって81歳だったと思いますけれども、彼女もオンライン会員です。工藤さん、村上さん、お母さんたちと一緒に住んでいる村上さんのお宅で3年前からオンライン集会が始まりまして、そして2年前、ご主人のですね、勇さんというんですけども、が、2年前の熊本地震の前の2日前の日に脳梗塞で突然入院いたしまして、ショックだったんですけれども、地震の時に家のものが全部棚が落ちてきて、もし入院してなかったらおそらく死んでいただろうと。だから入院したことによって命が守られたんで、逆にみんなが驚いたんですね。でそして、その後ちょっと危ないということで、息子さんのダビデ一牧師とその工藤さんが2人でとにかくゲッサムズ会に行ったら、今まで全くキリスト教に関心がなかったと、お前たちが信じるのは全然いいって言うんですけど、自分は関係ないっていう感じだったんですけども、お酒が大好きですね。ところが、死を意識したのかもしれませんけど、ものすごく素直にイエス様を信じて、そこで受け入れられたんですね。で、2人が大喜びされて、これでもう確実天国に行けると思ってたら、そこからですね、どんどん良くなってですね、おじさんも踊るが良くなって、退院することになって、で退院されてから、でもちょっと介護が必要になったので、お母さんが付きっきりだったんですけど、もともとお母さん一応信じてはいたんですけど、一応信じてるって感じだったんですけど、そこからお母さんも本当に来た信仰を持ち始めて、ご夫婦で去年の2月22日にまさにオンライン会員としての洗礼を受けたんですね。お孫さんの、工藤さんのお嬢さんの心理ちゃんっていう、今高1ですけど、当時中3かな、の3人で、その村上さんのお宅での、オンライン集会で、そこでまさにオンライン会員として洗礼を受けられたんですね。だからオンライン会員の、まさにオンライン会員の第1号ですね、洗礼者のね。同時に3人受けられたんですけども、そのお母さんが今回亡くなられて、告別式がありました。伝屋敷は、こちらを入れたら40名ちょっとでしょうか、35名の参列者がいたんです。ほとんどのクリスチャンです。から、次の日も人数は聞いてませんですけども、告別式も、ちょっと少なめですけども来られて、ほとんどのクリスチャンだったんですけども、神様は非常にご臨在をおらしくださって、みんな話を聞き入っておられましてですね、最初大きな声で受け入れの礼を始めるんですけど、あんまりこうなんか、クリスチャンがあまり多くないので、なんとなくこう静かになってるんですけど でも結構多くの方が受けられたのと、ご主人の妹さんがなんかすごく心開かれて、今度のオンライン集会に来たいということですね、来られるということを思っています。なんか神様が何かされてるんだなということを思いますので、すごく思ってることは、こう福音宣教する機会がすごくいろんな方法で与えられてるんですね、今ね、いろんなところで。主の方は宣教のことを、伝道しろっていうよりも、なんか伝道する機会を主の方がこう与えてくださって、本当に言ってらっしゃるんだなということをすごく思います。ですから、どうぞ皆さん、聞かれたことに伝えておいてほしいと思います。うちの息子のクラスメートのクラス隣のクラスのお父さんが突然、亡くなられたそうで、今日告別式があるそうですね。で、人の命というのはいつどうなるかわからないので、本当に機会があるときにイエス様を伝えておかないと、とっても大きな効果をすることがありますので、ぜひね、伝えておいてほしいなということを思います。信じるか信じないかはね、主の領域ですし、その人の、判断もあります。でも伝えることは私たちの責任なのでね、機会あるたびごとに伝えておいてほしいというふうに思いますね。それでは、ですね、賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。それから、先ほど言いました、ご声の挙手のところをお話をしたいと思います。詩編は15編の方を今日は賛美したいと思います。お立ちになる方はお立ちくださって、立つのは厳しい方は全然座ったままで結構ですので、心を主に向けて共に賛美をしたいと思います。じゃ、よろしくお願いします。主よなれば、あなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく
歩み希望かな心の中真実を語る人その人下を持ってそ知らず友人に悪を起こさず隣人への非難を口にしない神に捨てられた人をその目は覚めすぎ主を恐れる者を光は闇の中に51番暗闇の力があっても闇を切り裂く神の言葉光は闇の中に輝いている闇をこれに打ち勝たなかった喜びの声を上げよう主はすでに勝利を取られたから栄光を捧げ褒め歌を歌います暗闇の力があっても闇を切り裂く神の言葉光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかった喜びの声を上げよう主はすでに勝利を取られたから賛美と栄光を捧げ褒め歌を歌います喜びの声を上げよう主はすでに勝利を取られたから賛美と栄光を捧げ褒め歌を歌います褒め歌を歌いますハレルヤ天の希望そして、天の窓を開いてお賛美します持っている
この地上では旅人でありきる者、たとえ十字架を負ったとしても、イエスが共にいる喜びで満ちる地上のものではない、永遠に価値のあるもののために生きる天に向かって聖なる都、天のエルサレム目指して進む、地上のものではなく永遠に価値のあるもののために生きる天に向かって歩み続ける、主よ私は今日あなたのことを思いながら、私の目を私の心を開いて、すべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように、主よ私開いて、すべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように、天の窓開いて、すべての良きもので満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように、溢れ
れますよ。あなた方の目を私に向け、永遠に向けなさい。それはこの地上から逃避することでもなく、あなたの目の前の問題からを避けることでもありません。それはあなたの目の前に許されている問題、地上で許されている問題に立ち向かうことです。あなたが永遠に目を向け、私に心を向けるとき、私はあなたが今直面していることに対する最善の道を、最善の答えを具体的に教え、導いていこうとしようさえます。私のところに解決があり、私のところに勝利がある。それは一時的な勝利や一時的な解決ではありません。永遠に至る解決です。だから時としてそれは時間がかかります。でもそれは根本から解決を与え、勝利を与えるためです。愛する子よ、忍耐強く私に心を向け、私を求めなさい。その時あなたは一時的な勝利ではなく、永遠における勝利を受け、神の栄光を見るであろうと主は仰せられます。全国にこの突然の被災が今許されていますが、このような多くの痛みや悲しみは救いのための前奏曲であることを覚えなさいと主は言われます。今理解できない悲しみや痛みも救いにつながることを覚え、さらに感謝を捧げていきなさいと主は言われます。そして私に期待して信じて祈り続けていきなさい。私の計画は完全であると主は言われます。あなたが目の前の問題に立ち向かい、何とか解決しようと奔走して解決したとき、あなたはその問題がしばらく経ってまた違う形で起こってきたのを見てきました。何回も何回も何年も何年も繰り返していることをあなたは知っている。愛する子よ、気づきなさい。そのサイクルから解放され、真の解決と勝利を受けるために私に目を向け、永遠に目を向けなさい。その時本当の勝利が、解決が与えられる。それは永遠に至る祝福であり、永遠に至る解決であると主は仰せられます。私は愛を持って今いろんな困難を許しています。そこだけを見ると多くのものは災いと思いますが、そうではない。その災いと思える困難の中で私に目を向けるとき、非常に深い解決と勝利が与えられてくる。多くの家庭に和解が与えられ、多くの人生の中に真の目的が開かれてくる。私はそれを当てようとしています。愛する子供たちよ、あなた方はその使者として、証人として私は用いたいと思っています。機会があるたびごとに私のことを分かち合っていきなさい。私はあなたに証をすでに与えている。それを分かち合っていきなさい。それによって命を受け、そして真の解決を受ける者たちがたくさんいると主は仰せられます。68番、いや24番、私は愛されている。されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力。私は愛されている。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力。私は愛されている。アリア。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。主イエスキリストの名を褒めたたえます。
予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美と証しをありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。様、今からまたイエス様、あなたが牧会しておられる神の主なさい教会の数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに励ましと慰めを与え、御言葉を通して私の信仰を育み、あなたが用意しなさっている祝福を、勝利を、成功を、恵みをあふれるほどに受けることができるようにどうぞ導いてください。語るこの者も聞く私たち一人一人も主の前にへりくだります。語ってください。神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。